はい、皆さんこんにちは、東京美容医科の浅野徹です。今日は、新美歯科の林先生を招いていろいろお話を聞いていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、前回さ、はい、あの何度も歯医者さんが通わなきゃいけないなっていう不満についてさ、はい、あの解消したよねっていう話をしたよね。はい、あともう一つさ、はい、僕が歯医者さんに対して思ってるのはさ、はい、あのいつ来るかわからん痛み、あんなのあったやん。ありました、ありました。あったやん。俺の治療しててさ、林がさ、痛くなったら手を挙げてくださいねって言う、はい、言うやん。うん。で、痛っ！ってなるやん。痛っ！ってなって、手を挙げてたら、遅いやん、もう痛くねえから。せやけど、うん、スーッと手が上がってきて、うん、何ですかって聞いたら、痛くなりそうな気がするから、ね、あれはね、もう治療ができないやん。そのやっぱ恐怖あ、まあまあ確かに、はい、いつ来るかわからない痛みをこう待ってる間に、うん、痛くないけど手がこう上がってくるっていう、はい、そんな人いるでしょ。俺なんかこの歯医者のさ、あのベッドにさ頭を後ろぐーっと行くんだけど、はい、もう行けないじゃん。行けない。俺は逃げたいけど逃げれないみたいな。それでもなお自分の口で開け続けなきゃいけない、うん、そうですね。これさ、医療としてこれでいいってさ教えられるじゃん、歯科大学。まあ、僕らはだからそれしかない。まあ、あとは麻酔を多く出すかとかっていう、うん、注射でね、うん。まあ、林先生は確かにね、麻酔もね上手でね、乳首も痛くもないですよ、はい、確かに、はい。なんか麻酔の前にいろいろチュッチュッてやってくれていいと、表面麻酔とかね、はい、いろいろ工夫してやってくれてはいたけれども、はい、やっぱりあの美容整形とか、うん、ドクターのお医者さんの視点から見れば、はい、歯科医療っていうのはなんていうのかな、あの痛みに対して、うん、あのもうちょっとやってくれてもいいんちゃうかなっていうのがあったんだよね。まあそうですね。だからどうしてももう痛いのが当たり前っていうレッテルに僕らももうこうあの甘えてるところがあるんですけど、うん、でも逆を返せば、うん、痛みが本当にない治療っていうのを再現できれば、これはもう本当にセンセーショナルなあのになると思うんですよね。そうだよね、はい、うん。もう業界が変わる大革命に、うん、なると思いますね。歯なんかさ、めちゃ大事なんだよ。まあそうですね、はい、うん、歯と脳ってひっついてるからね。もう俺これ脳やなと思ってるぐらいだから、だいぶ悪いですもん。なんでやねん、なんでやねん。まあちょっと失礼しました。違う、だから歯でいろいろね、はい、感じることがあるからね、うん、から今うちはね全身麻酔でね、はい、虫歯治療をやるっていうのをやってるんだけど、うん、それってコストがどうなんとかこうなんとか言うけど、何度も通ってね、全部治るのに半年かかったとかね、そういうこともね皆さん考えていただきたいと思うんです。どちらのコストの方が大事なのか、自分のね、はい、時間をねやっぱり費やすわけですから、うん、そのこともコストなんで、はい、あ、うちでは全身麻酔で虫歯治療をやることができます。はい、はい、やっております。もし、何か質問とか、この動画がいいねと思った人は、いいねと、質問もどしどしお寄せください。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。